今回のアップデートでマジで激アツになったキャラ、みんな知ってますか？それはキンクルール。はい、どうも皆様、どうも、はじめまして、ルーツと申します。今回はね、バージョン 8.0.0 かな、スナバラのね、アップデートが来たということで、まあ、そのアップデートの中でね、まあ、結構いろんなキャラが、まあ、情報修正というか、バフがかかった中で、まあ、今、最も熱いと言われる、キャラをね、まあ、皆様に紹介したいなと思います。そのキャラの名前は、キングクルール。このね、立派なお腹がね、可愛らしいワニなんですけども、このキングクルールね、まあ、巷ではね、最弱キャラとかなんとか言われてるんですけど、まあね、アップデでかなりいい強化もらって、まあ、もともと僕結構強いと思ってたんだけど、アップデで結構いい強化もらって、今こいつマジで熱いです。マジで熱い。なんで、今回ね、このアップデート内容を皆様に説明するとともに、まあね、実戦で1試合ぐらい、まあ、どんな風なキャラになったのかっていうのをね、説明したいなぁと思います。結構ね、別キャラになっております。アップデ内容その1、キングクルールのダッシュ A の、吹っ飛ばし距離の増加プラス、ダッシュ攻撃の、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、本当たりっていうのかな、まあ、傘当たりの部分が減りました。本当たりの部分の増加ですね。で、このまずダッシュ A がまず超絶ぶっ壊れ技になってて、ただでさえキングクルールってもともとね、お腹を使う攻撃にアーマーがあることでね、有名だったんで、相手がね、例えば攻撃を打ってようが、こうやって一方的に勝てるっていう、もともとね、まあ、反無敵みたいな性能をしてたんですけど、まあ、それに加えて今回ね、吹っ飛ばしがやたら上がりました。もともとね、ダッシュ A ね、今見たらわかる通り、18%。まあ、ワンパターン素材とか、その他もろもろ込みしたら、おそらく 19% ぐらい入ると思うんですけども、この、18% 入って、なおかつね、吹っ飛ばしも凄まじいと。おそらくね、崖端のマルスとかだったら、95% ぐらい。多分 95%、もう 90% ぐらいでいけるのかな？多分これぐらいで、撃墜する。これマジでやばい。マジで吹っ飛ばしやばいっす。で、もともとね、キングクルールってね、僕裏返っちゃった。キングクルールって、結構バナン寄りのキャラで、まあ、バーストができないっていうことでね、まあ、下げ詰まれてきたんだけど、まあ、これの DA のね、強化で、マジで、困ったら DA。的付け相変わらずなんだけど、もう困ったら DA がね、結構できるようになりました。これはマジで強くなりました。で、あと、まあ、本当たりの持続の増加、まあ、高い攻撃力の部分の持続が増加したっていうのも、今回のアップデートで、強化されてまして、もともとキングクルールってね、ダッシュ A の傘当たりがめちゃくちゃ多かったんですよ。このぐらいの距離でダッシュ A 打とうもんなら、まあ今ちょっとこれアップデート後なんで本当たりになってるんだけど、もう余裕で傘当たり、めちゃくちゃ余裕で傘当たりになって、傘当たりって、こんな感じで全然飛ばないんですよ。なんだけど、今回のアップデートで、もうほぼほぼ全てが、本当たりになったって言っても過言じゃないです。ほとんど全ての部分が本当たり、てかもう本当たりしかしないこいつ、こいつの DA。昔は傘当たりしかしなかったのに。なんで、このぐらいの位置かな、もうこのぐらいの位置からでも、こうやって本当たりになるようになって、撃墜できるようになりました。もうほぼ全て本当たり、最強。でね、まあ、もう一つ、DA の持続が伸びたことによって、崖が刈りやすくなった。どういうことかっていうと、まあ、キングクルールの DA って、例えばこの辺の回避上がりとかの位置で、待ってたらね、DA って傘当てしちゃうんですよね。まあ、今これちょっと本当てになってるけど、昔は傘当てになってたんですよね。回避上がりの位置ぐらいで待ってると。なんだけど、持続が伸びたことによって、相手のその場上がりに対して、例えば、こうやって崖上がった時にその場上がりに DA。で、これで撃墜。でね、何度かね、個人的にはめちゃくちゃいい強化だったんじゃないかなと思います。世間ではね、クラウドがね、ダッシュ A。クラウドのダッシュ A が、まあ、ダンプカーとか呼ばれてますけど、まあ、それだったらキングクルール重戦車だわ。パンツァー4だけど。ふざけんなよ、こいつ。おい。って感じです。マジでキングクルールの DA 強い。二つ目の強化は、上スマッシュですね。上スマッシュ。これ。このキングクルールの上スマッシュが、まず、ダメージが上がりました。プラス、吹っ飛ばしも上がりました。まあ、これは見てわかる通りの強化で、まあ、ダメージと吹っ飛ばしが上がったんで、単純に、こんな感じで、85% ぐらいで撃墜できる上スマッシュになりましたよ、っていう、だけではなくて、
キングクルールの上スマッシュってそもそも、コンボからの締めとしてよく使われてるんですよね。一番一般的なのだと空中下、空中下から上スマッシュ、これ当然ね確定してて、まあ、キングクルールのね結構まあ壊し技って言っていいのか分かんないけど壊し技の一つだったんですけど、まあ単純にこれで撃墜できるパーセントが下がりました。まあ、あとは下投げか、まあちょっとこれトレモだからできないかもしれないけど、下投げからまあこうやって上スマッシュ、まあ今ちょっとあれだけどの撃墜パーセントが増えた。もうこれ単純にね強化、例えば空中下から空中下からの上スマッシュみたいなね、今、マルス 70% から撃墜したんだけど、マジでこんな感じのコンボもできるようになってとか、まあこれは昔からできてたんだけど、まあ、結構こんなことやっても死なないことが多かったんだけど、今回のバージョンでね、吹っ飛ばし上がったんで、全然これでも撃墜できるということで、上スマッシュが強化されたことによって、上スマッシュに繋がる技、空中下とか、まあ、主に空中下とか下投げかな、下投げも実質的に強化されてる。っていうね、まあこの上スマッシュ攻撃っていうね強化だけでもこのね3つの技がね強化されたんで、個人的にこの上スマッシュの強化めちゃくちゃ嬉しいですね。うん、キングクルールもね嬉しくて踊ってる。で3つ目、3つ目は後ろ投げですね。後ろ投げ、キングクルールの後ろ投げの、吹っ飛ぶ角度を変更しました。で元々ねキングクルールの後ろ投げってどこに飛んでたかっていうと斜め上に飛んでたんですよね。斜め上になんですけど、今回のアップデートでキングクルールの後ろ投げはドン、こんな感じで真横に飛ばすようになりました。しかも吹っ飛ばし自体は変わってないので、例えば崖端で掴もうもんならもうネスって感じで、ネスもびっくりな投げバースト、おそらく 100% ぐらいでもこのぐらいのキャラならポイッ撃墜できる、こんな感じのね超絶ベクトルが低い技になりました。まあ、単純にこれはね、まあ、投げ場、後ろ投げの投げ場ができたっていうのと、まあ、めちゃくちゃ大きいのはもう一つ、吹っ飛ぶ角度が低すぎることによって、復帰阻止がね、めちゃくちゃ強くなったんですよね。どういうことかっていうと、基本的にね、このスマブラってゲーム、低く吹っ飛ばすと、復帰ルートが制限されるんですよね。例えば、マルスとかをこうやって外に出して、もう低く飛ばしてしまえば、あとはね、キングクルールってお腹にアーマーがあるんで、相手の復帰ルートに対してもう空エノを置くだけ。もうこれだけでね、マジで復帰阻止できる。ロイとかもそうだし、まあ、マルスもそうだし、まあ、なんなら、インクリングとか、なんか、復帰ルートがね、単調なキャラはもうこれだけでガチで詰ませれるんじゃないかな。本当にベクトルやばいんでね、もうこうやって上から、自分の、落下が遅いんで、上からクエル振ってるだけで、ほぼほぼ復帰阻止できます。まあ、テレポート系には相変わらずちょっと難しいけど、まあ、それでも、結構ね、一部のキャラに対してかなり復帰阻止、行きやすくなったんじゃないかなと思います。この後ろ投げね、投げ場も増えて復帰阻止もしやすくなった。うん、強い。4つ目。4つ目は、キングクルールの横必殺技、王冠ですね。王冠を打っている時の、アーマーが強くなりました。まあ、これは正直、あんまり関係ないかな。まあ、もともとアーマーあったんだけど、まあ、それが単純に強くなったということで、まあ、こうやって飛び道具の打ち合いに対して、こうやってね、まあ、アーマーで耐えながら有利に戦えるっていうのは、まあ、単純に強化なんだけど、まあ、これはそんなに大きい強化じゃないかな。これで露骨になんか、丸々が変わったとかはね、個人的にはなさそうかな。まあ、あんまり変わってないかな。正直。はい、5つ目ですね。5つ目は、これはもう、全体的な強化なんだけど、キングクルールのお腹の耐久力が上がりました。もうこれ正直、もう意味のわからんっていう人もね、いるかと思うんですけど、キングクルールって実はお腹に耐久値があるんですよね。お腹に耐久値。一定パーセントを超えると、こうやって、まあ、基本的にはアーマーで耐えるんですけど、一定パーセントを超えるとね、もうわかるかな？お腹が今どんどんひびが入っていって、一定パーセントを超えるとね、こんな感じで、ガードブレイクになってしまうっていうね、よくわからない仕様があるんですけど、うん、そもそもアーマーなんだから耐えろよって思うんですけど、まあ、それの耐久値が上がりました。まあ、昔はね、これガノンの上様とかで一発で割れてたんですよね。なんですけど、まあ、今は、まあ、ガノンの上様じゃ多分割れなくなったのかな。ちょっと試してないんだけど、まあ、うん、まあ、単純に強化だけど、強化だけど、そもそも割れる方がおかしいでしょ、これ。うん。これ割れる方がおかしいと思うんだけど、そもそもね。リンクの空煙とか消せるのに。
はい、以上5点が、今回のキンググルールが、バージョン 8.0 でアップデートされた内容ですね。まあ、この5つって言ってはいるものの、実際はね、上スマッシュが強化されて空下が強くなったりとかね、ほぼほぼいろんな技がね、強化されてるんで、実質はね、もっと強化されてると思うんですけど、これがね、実戦でどれぐらい変わったのかっていうのをね、皆さんに1試合か2試合ほどね、見ていただこうかなと思います。キンググルールね、ガチで結構面白い性能してて、まあ、もっと使い手増えてもいいなと思うんでね、まあ、今回の動画見て、まあ、キンググルール使ってみたいってね、まあ、みんなに思わせるような、内容にね、したいなと思うんで、対戦の方もよろしくお願いします。キンググルール最高！俺だって真面目にやってるんだけど、やっぱり、関係ない重みね、こいつ、もうなんか体力差がやばすぎる、もうピカチュウとかもう痛い、もう気持ちいいもん、こんなの。もう気持ちいい。もうこんなの気持ちよすぎてビビるわ。0% で一緒。なんならまだプラス。まだプラス 50% ぐらいある。全然痛くない。もう全然痛くないわ。もうピカチュウとか含有利。マジ負けたことないもん、ピカチュウとかで。ピカチュウとかでチビキャラにね、この世界最強のワニが負けると思ってるのか、バーガー。敗北を知りたすぎる。ほら、敗北を知りたいって、もう体力差がすごいんだって。はい、ウィスマー、これがアップデートー。30人ぐらい増えた。30人も増えてないと思うけど、多分20人ぐらい増えたわ。いつも2人ぐらいしか増えないのに。チャンネル登録よろしくね。毎日2人ぐらいしか増えない俺のチャンネルですけども、毎日頑張っております。アップデートのパワー出たわ。もう痛くないって、全然そんなの。もう全然、まだ 0%、 まだ 0% 見たらもう、いや、まだ 0% だからね、ちなみに。まだ 10% ぐらい。まだキンググルール 10% ぐらいしか食らってないわ。はい、終わり。いいターン食ってきた。まだ 10% ぐらいしか食らってない。ちなみにね。今やっと 30% ぐらい食らったわ。まだ 30%。まだ全然 30% だわ。余裕。まだ全然。復調子もね、まあ受け身さえ取れば無敵なんで。バーン、死なねえのか。死んだー、死んだわ。やっぱ最強キャラやわ。ね、ネスもびっくりの後ろだけよ。クエル弱確定で、ね、もう弱からの弱ね。いや、当然死なん。今やっと 100% ぐらいいったわ。今やっと 100% ぐらいいった。バラキングクルール 100% しか食らってない。いや、強すぎる、このキングクルール。いや、もう体力が高すぎる、もうこいつ。もうハピナスもびっくり。とか、ハピナスの5倍ぐらいあるもん、こいつ。もう全然、死んだわ。それは死ぬわ。それは死ぬ。それは死ぬんやけど。惜しい。それは痛い。だけどまだ 0%。もういっ、ああ、嘘でしょ。飛びすぎだろ。嘘でしょ。え？キングクルール？